外と風が強くて寒い。今声聞こえてる？そう、このアンドロイドね、マイク感度が弱いんですよ。iPhone と違って。一応声張って喋るようにするけど、マイク使うけど。今、アンドロイドに切り替えたから、ちょっと画質は悪いんだけど。どこが工事してんだろうな。展望台は工事してんのかな。バケタンできればいいや。そうそう、大崎山。どこ工事してんだろう。手ぶれ補正とかついてんの？そういえば。ついてるわ。寒っ。そう、ペリアだとこんな感じになっちゃうんや。来ましたね。写真撮りますね。iPhone で撮らなきゃいけないのか、これ。iPhone でやってみるか、一回。iPhone でやってみるか。ちょっとまた待ってて。これ iPhone にした。やっぱさっきより暗いけど綺麗に映る？さっきより暗いね、やっぱ。あ、ノイジーが入ってる？ノイジーが入ってる？ノイズ入ってる？コメント？Wi-Fi にするか。竹やぶ。
意外と綺麗だけど。え？声した？聞こえた今。来ます。大崎山公園展望台。バケラッタ。聞こえない？あ、ナイトショット撮ってみる。今撮った画像はこちらです。こちらです。やばいな、ナイトショット。いや、間ぐらい。こんな暗くはない。今、これみんなが見えてる、こんな暗くはない。肉眼でももうちょっと明るく見えるけど、いや、でもあんな明るくはない。あんな明るくはない。びっくりだ、ナイトショット。何も工事してなくないこれ。どこ工事してんのこれ。あれ Wi-Fi になってないの。あれ俺 Wi-Fi にしたのに。アプリの力、アプリなのかな。スマホの力。見えてる。見えてる？見えてる？見えてる？なんていうことでしょう。いや、声みたいのマジで、マジで怖かった。見えてる？何の声あれ？鳴き声？動物の。熊とかいない？この下の方から聞こえたんだけど。写真撮っとくか、もっと。これ、夜景しか写真撮ってないから、ちょっと待って。これ写真撮っとかないと夜景じゃないところ。おじさんの声。おじさんの声がしたの。え、でも何も工事してなくない？工事って書いてあったけど。経営者？怖いわ。これなんかもう一個なんか石碑みたいのもあるよね。これだって真っ暗だよ、電気したらほら。見える？え、また来たよ？誰かいますか？Who are you?
Love forever! すみません、怖い。Love forever!え、何の音だったのあれ。怖い。久々に怖い。結構、がっつり聞こえちゃうんだけど。マリルリさん ?050-8062。全部書いてないじゃん、これ。050-8062-4。怖っ。怖っ。マジで。ちょっと久々にちょっと生の人の声に聞こえた。写真撮ろう。誰もいないよね。いるわけないよね、こんな時間に。いるわけないよね。管理人とかいないでしょ、ここ。怖っ。マジで怖い。何の声？こうやって照らして人が立ってたりして写真撮ってきます。久々に超鳥肌立ってる。夜勤で俺がしかいないのに人感センサー反応やばい。え、めっちゃ鳥肌立ってる今。久しぶりに。雰囲気やばいな、ここやっぱり。何禁止？16点。39点。あ、めっちゃモザル。めっちゃモザル。めっちゃもざってる。ごめんね。テンポ悪いんだ、多分。じゃあ、写真も撮ったし。じゃあ、ブランコの前でもう一個化けてやるか。うわ、なんか鳥肌立ってる、マジで。まだもざってる。画質下げる？もういっか、ここまで来たら、このまま行っちゃおう。
おじさんいない。キリモザ？何の音だった？だってみんなに聞こえてないでしょ？ちょっとブランコっていうのは多分あの一気のところにあったやつでしょ？こんな電波なかったっけな前。カレー納豆、車の中。なんかこっちの方になんかなかったっけ？なんか、テンポ悪くなったら教えてすぐ。確かにこっちの方になんかあったんだよね。あったあった、あれ。何あれ？これ。あ、そこに重機が入ってるね。そこ工事してるんだ。これ。観測日食費。エビスタルのあった。わからなかった。これ何なのこれ。あ、戻りお帰り。大崎山公園です。観測日食費だって。意識して元気出して声張ってるの分かるでしょ。本当にマジでビビった。男の人のうめき声っていうか、ってやつ。分かる？そう、三条。ってやつ。そう、展望台登ってすぐに一回と、降りるときも一回。でも結構大きい音だからみんなに聞こえてると思ってたんだけど、聞こえてないのが怖い。逆にやだ。いや、ウシガエルはもういる季節じゃないし今聞こえない。でも似てるかもしれない。確かにそういう系。20年前に猟銃自殺したら何が怖い。さっき言ってたのか。でも化けたのはね、青白だった。画質下げるか。これハイブランコ。わかる。写真撮っとく。これのことなんじゃないかなって俺は思うよね。こっちでだからバケタンする。今わざと画質下げたから。ここ AU のがあるな。
っていうのがあるわ、電波。足音した。ブランコに乗って化けた。片足でいい？俺足怪我してるからこういうのあんま乗れないんだよ。行きますね。皆さんもご一緒に。大崎山公園2回目。今日新潟遠征最後ですね。揺れるブランコ、化けだった。グリーンだよ。それ座れないんすよ。さっきも言ったけど俺足がこういうところ無理なの。ごめんね。障害者なんでこういうしゃがみ方無理。股関節障害者だからさ。椅子が低すぎる。多分ね、腰のぐらいの高さだったら座れるんだけど、これすごい低いんだよね。体育座りになっちゃうようなね、角度は俺座れないんですよね。ごめんなさい。そうだね、これハイブランコだね。もうでこれが多分壊れたから入り口の方に新しいブランコがあるんですよ。これ写真撮っとか、もう一回。揺れてないけどね。写真撮ってて。そう、ドキュン座りができない。揺れない。これで新しい方が揺れてたりして。雰囲気やばいわ、ここ。久々に来たけど。そう、ここはね、3年ぐらい前に来たの。全然覚えてなかった。だから、展望台はなんとなく記憶にあったけど、今の後変な石碑。その時もすぐ、あ、これ新しい？え？生茶で、ちゃちゃちゃ。差し入れ嘘や。絶対嘘や。入ってないもん、俺。入ってないもん。入ってない。いや、満タンだったらちょっと疑ったけど。おかわりいただけただろうか。あ、でも揺れてる揺れてる。ほら。佐田尾さん方式。揺れてる揺れてる。風で。風で。もう化けたね、2回しかできないんだ、ごめんね。県外から GoTo。GoTo 一回も使ったことないけど。霊が乗ってる？あ、そうだね、左は乗せてるから揺れないのかもしれない。確かに。これが熱いよね。でも、ここの遊具にも子供の霊出るって言われてるんだよね。びっくりした。なんか、叫び声みたいな。鹿かな？びっくりした。よっしゃ、行こうか。
ありがとうございました、新潟。帰りますわ。こっからは帰り配信。ねえ、老朽化してる。だから工事してんじゃない？うわ、クモの巣。めっちゃクモの巣に引っかかった。ここにクモの巣あった。よっしゃ、行けますね。じゃあ、大崎山公園でした。ありがとうございました。そして、埼玉に、トンボ帰りします。帰り車載やるんでね、ちょっと、まだお元気な方いたら。お付き合いください。動画はここで終わります。